ラスカル・フラッツは、アメリカ合衆国のカントリーミュージックバンド。テネシー州ナッシュビルで、ゲイリー・ロバークス、ジェイ・デ・マーカス、ジョーダン、ルーニーの3人によって結成された。なお、ゲイリー・ロバークスとジェイ・デ・マーカスは、またいとこ同士である。ディリックストリートレコーズから5枚のスタジオアルバムと1枚のライブコンピレーションをリリースしてきた。2000年のラスカル・フラッツは、 米国で2枚のマルチプラチナムを与えられ、2002年のメルトは米国で3枚のマルチプラチナムを与えられた。2004年のフィールズ・ライク・トゥデイでは5枚のマルチプラチナムを与えられ、2006年のメアンド・マイ・ヤングでは4枚のマルチプラチナムを与えられた。2007年のステル・フィールズ・グッドでは2枚のマルチプラチナムを与えられた。 ビルボードのホットカントリーソングズでは8度首位を獲得した。トム・コクランの楽曲のカバーであるライフ・イズ・ア・ハイウェイはリクエストなしでチャートインした。最も長くチャートインした曲はブレス・ザ・ブロークン・ロードで2004年末から2005年初頭にかけて5週間チャートインした。最も多くのチャートにチャートインした曲はホワット・ハーツ・ザ・モーストで2006年に カントリーチャートとアダルトコンテンポラリーミュージックチャートにランクインしトップ10ポップヒットになった。また2010年3月にはアメリカの人気テレビドラマ CSI 科学捜査班に3人揃って本人役で出演。コンサート中に採掘されたアンプのせいでベース担当のデマーカスが関連し仕掛け一時的に脳に異常をきたしカントリー嫌いなアップスキー人格になってしまうという 筋書きで終盤のコンサートシーンの冒頭で実際にラップを披露している。ちなみに同エピソードではアランラックがラスカルフラッツのマネージャー役を務めている。ありがとうございます。